正倉院正倉あぜくらづりは古代から近世にかけての日本で建てられた伝統的な倉庫の建築様式である。主に寺院や神社において宝物や経典などを収める倉庫に用いられた。高床式で講義と呼ばれる木材をいげたに組んで積み上げた外壁が特徴である。死に山、縁起、山崎長者の薪に描かれたあぜくらづりの クラーゼクラ作りの成立年代は不明であるが、関のただしは、日本初期の有力天皇城に見える、朝倉の木の丸殿が、原型で、朝倉が、ク倉に転化したという説をとっている。また成り立ちについては、高床式倉庫から発展したとする説と、大陸から渡来したと見る説があるが、立料性と共に普及したことから渡来した、建築様式と考えられる。なお、 中国の河南の奇襲、雲南方面と東北から高栗に至る渤海周辺には類似した遺構がある。ただしこれらは抗議が丸太であったと考えられ、断面が得意な形状になったのは日本独自の変化と考えられる。律令制において、租税の徴収は重要な制度で、集められた租税は焦燥に収められた。その中でも主に稲穂を収めた高層と記載される倉庫がある。 こうは、こうイコール第一という説、外壁形状から、こうイコールよろい状という説、講義の断面がきっであったことによるとする説などがあるが、いずれにせよ特殊な形状のこう牧草を指すと考えられ、これが後に、アゼクラと呼ばれるようになったと考えられる。アゼクラの名称が確認できる、最も古い文献資料は、和名類受賞の、アゼクラくら穀物なり、アセ。 久とされるこうした焦燥は、律令制の衰退とともに失われていったと考えられ、また稲の保存法として俵などの梱包方法が普及したことや、蔵の規模が抗議の長さにより制限されることなどにより、国葬としてあぜくら作りを採用する理由も失われて、10世紀以降に耐えていったと考えられる。一方で、あぜくら作りの持つ保存性の良さ、あるいは、 アゼクラが重要な物資を保存する倉庫の象徴となったことにより、遅くとも奈良時代には宝物の倉庫として用いられ始め、中世以降も構造や胸造として建てられた。現存するアゼクラ作りの意向はこの用途に供されたものである。台はアゼクラ作りの外壁倉庫であるため、湿度管理や賀重、外虫対策で有利な高床式である。床下は、 祖先の上に束柱が立ち、その上に台輪が乗る。東初大寺教像など古い遺構では台輪が塀の字型をしており、水切りやネズミ返しの名残という説がある。台輪の上に抗議と呼ばれる横材をいげた状に組み、それを積み重ねることで外壁を構成する。抗議の断面は三角形と言われることもあるが、正確には野球のホームベースに似た。 変形の五角形もしくはその頂点を面取りした六角形である。外側に両角部を向けるため外壁は波板状となり、あぜくら作りの特徴となっている。また講義の組み方は、古い移行では直行する講義を段違いに組むが、時代が降ると同じ高さで組まれるようになる。基本的に柱はなく、外壁が構造を兼ねて屋根を支えるが、 東昇空城上子や出雲大社宝庫などの金星の移行では柱を立て、抗議は単に壁仕上げになっているものもある。あぜくらを特徴づける抗議について、従来は外部の気象条件により抗議が痩せたり膨れたりすることで、室内環境の調節に寄与すると解釈した説が、ルフしていたが、室内外の環境観測により因果関係は否定されている。 抗議の断面形状については、水切り説や抗議の乾燥を促進する説、生産性説、穀物の乾燥に寄与する説などがある。屋根の構造は、古来は最上段の抗議に針を乗せて、屋根を支える質素なものであったが、後世のものは抗議の上に組物を乗せ、丸桁を支えるものが現れる。前述のようにアゼクラは、律令制の下で租税を貯蔵する必要に迫られた。 ことから発生したと考えられる。故に、あぜくら作りの考察にあたっては減損しない、国葬としての姿を考慮する必要がある。当時は稲穂をばら積みで保存していたと考えられており、抗議による強固な壁の構造は、貯蔵した稲穂による内部からの圧に耐えるのに適していたからだと考えられる。中に入ると、サイと呼ばれる水筒に供する小さな作業空間があり、 その空間に積み上げた稲穂が崩れ落ちてこないように、板を積み上げて空間を確保していたと考えられる。したがって、稲穂の水筒は際に梯子などを据えて高所から行ったと想像される。東初大寺経像は、新田武神農邸にあった国葬の転用とされるが、梁には梯子をかけたと思われる穴が残っている。貯蔵量については、バラ積みされた稲穂の体積で記録していたことが、 文献資料から分かっている。一般的な建造物は柱間寸法を関数とするが、あぜくらは平面形状が単純な矩形かつ内方寸法が関数で積み上げ高さを測れば簡単に貯蔵量が分かるようになっていたと考えられる。また壁の内部側が平滑であることも貯蔵法にかなっていたと考えられる。国宝重要文化財。 ありがとうございます。